後ろの壁ゴリゴリやらないでくださいね、髪の毛で。さっきさせてもずっとずっとやめて、その顔よ。しかもさ、友達さ、それ間違えて切ってまって中で撮ったし、ね、違うってあやです。今日は改めましておかえりなさい。先週2年生の宿泊研修に行ってきました。あやさんからね、いろいろ聞きたいんですけど、一番心配だったのはヘアアイロン使いましたか？使いました。部屋で？うん、洗面台。あやさんたちが泊まった民宿っていうのはお風呂と洗面所、トイレも共通なんだね。うん。で、朝何時ぐらいから起きてるってこと？朝5時半。家では絶対起きない時間帯なんだけどな。5時半からこう鏡に向かってこう。そうそう。やった。一人寂しく。寂しくない。まっすぐにならない。まっすぐにならない。なんだなんだなった。なっとる？なったけど、全部意味なくなった。なんで？暴風で事故った。そうなんですよ。あやさん、行く時ってあまりいい天気ではないんですよね。今回はなんと大雨が降りました。1日目はギリギリだったんだよね。1日後に1日目は海のそばでスポーツをやって、2日目は海にまつわる調理とあと別の行事をやってたんですけど、まあ2日目嵐かのような雨と風で、せっかくね整えた髪の毛一瞬にしておじゃんとしたらしいです。まあまあ疲れたなりね、綺麗に取っといて今度修学旅行の時にね、多分持ってかないといけない。あやさん的にも予想外なことがあったそうですね。1日目の行事やる時にカッパが必要だったんですけど、忘れてきちゃって、民宿戻る時に迷子になって、民宿からその行事やるとこ行く時に迷子になりました。あやさんね、家っ子なのでほんとね方向音痴です。いや違うって、あそこの場所が悪いんだって。あ、まあまあそれもあるね。皆さん海に行ったことある方は分かるかと思うんですけど、海に住んでる、近くに住んでる方とか、車が通れるか通れないかっていう裏路地がいっぱい入り組んでるんですよね。その中、あやさん民宿に戻るだけで迷子になりました。集合場所に戻る際も迷子になりました。ね、友達がね、あやさんひょっとしたら迷子になってないっていう話を聞いて、先生がねちょっと覗きに行ったんですよ。そしたら案の定迷子になってて、先生にお持ち帰りされたらしいです。迷子になると思った？いや、忘れてくると思うかった。あれないって。あれないとやばくねって。ずぶ濡れならくねって。実際なかったらやばかったんだよね。やった時に尻が終わるとかって。それなかったと思うな、尻終わっとった。ベッタベッタってことだよね。尻がーって。で、ママが心配してたのは、着替えを持たせてないんだよね、あやさんには。中学校のジャージって皆さんどう買われるかわかんないんですけど、大体の人が体操服2組で、上に着るさらに体操服とかズボンとかを2組とは、要するに2セットしか買わないんですよ。普通研修行くんだったら1日目と2日目で2組で足りるはずなんだけど、今回1日目に水遊びが入ってたから、濡れたらそれの着替えを用意してくださいっていう話だったんだよね。ただ着替えを用意するってことは体操服が3着ないとダメなんですよ。濡れた時点で終わりなんですよ。だから、あやさん濡れたら大変やなと思ったけど、まあカッパでなんとか防げたなら良かったです。1日目は平和だったんだよね、うん、で2日目の朝早々、先生の寝起き姿が見れた。そう、レアな姿を見れた。パジャマ姿だったって言って、あやさんちょっと大興奮しましたけど。でママのところにはこんなメールが来ました。予定より30分遅く到着します、うん、でメールが来ました。なんか用事があって押してるんかなと思って、でもそれにしては朝早くにメール来たんで、直接的な被害者っていうか間接的な被害者だよね。何があったかざっくり教えてもらっても大丈夫ですか？なんかもう最後の行事が終わって、民宿の終わりますっていう会の時に全く始まらんくて、ざわざわしとって、なんかなと思ったら、その隣のクラスの友達に何があったんって聞いたら、男子が民宿のカーテンぶっ壊したらって、なんかお叱られとるらしいっていうのを聞いた。はい、そのお叱り事件があったために30分行事が全部押したらしいです。泊まってた民宿のカーテンをどうやら
壊してしまったらしくって、それを言わなかったらしいです、誰にも。壊した人が。でそれを最後民宿の人が部屋を確認に来るんですよね、忘れ物がないのかとか。その時に壊れてるものを発見して大騒動になりました。ってことでも気づくってことはさ、よっぽど悲惨やった、ベローンってなってたかもしれないし。でそこから担任の先生は顔真っ青にしてるわ、怒ってる先生は角生えてくるわ、で関係ない部屋の男の子みんな合わさって怒られてたから、とばっちり食った子はいるわ。そういう風に親んちゃをやらないことはもう当たり前のことなんだけど、もしやってしまったら正直に名乗り出ないとダメなんだよね。後で隠してこうやって分かったら大事になるって分かってるし。で何が一番問題かっていうのは、次の学年の子が同じホテルに泊まろうと思ったら、あ、前ここうちの施設設備壊した子たちだな、あーじゃあ嫌だな来ないでねって言われる可能性がある。ミッキーの事件も話したよね、イケポチャ事件のやつ。それからもう代々としてディズニーランドに行けなくなったっていう話もあるぐらいなので、ちょっとね後輩のことを考えて行動しないとなっていうまずさはあったかなと思いますが、30分間あやさんたちはずっと立って待ってたらしいです。であやさん的にはそれも大変だったんだけど、一番大変だったのは魚だったらしいね。3食メニューの中に入ってるのが魚。まず1日目のお昼、魚何出ました？甘エビとなんか変な刺身。1日目の夜はサーモン、エビ変な感じ。要するにあの刺身中心なんだよね。でもサーモン出たってよかったね。あ、じゃあ男子のとこ全然なかったって。マジで？おめでとうございます。民宿違いだね。そう、男子がずるいって言った。で、あやさん帰ってきて真っ先に言ったのが魚食べたくない。魚しばらく食べたくないって言いました。というと思ってママはその日夜お肉用意してました。友達にちも全員肉やったらしい。てかなんならあれやったらしい、肉がいいって頼んだったらしい。魚が来ると思って。あ、魚の味噌汁は来ました。うん、さすがにないか。それはあやさん魚釣りをしたそうです。人生初の魚釣り、どうでした？楽しかったですか？全然。1回目食べられて、2回目食べられて、3回目釣れて、網の中いたらピチピチ動いて、しかも担任の先生がさ、写真撮るまで動けへんでさ、ずっとピチピチって声切んのみたいな。なんか1回目2回目撮られたの想像すぎますよ。あやさん撮られて、あ、なくなってるっていう、あいつくでーって。何、餌は何だったの？これくらいのなんかドッグフードみたいなやつ。あ、よかったね、ミミズとかじゃなくて。みんなも渡すわけないよ。ワームとかあるよ、釣りに。ワームは嫌や、気色悪い。よかったね。聞いた話によるとめっちゃでかかったらしいじゃないですか、あやさんが釣ったの。でかかった。でそれもさばいたんだよね。うん、友達のあの髪に鱗がついとって、ついたなって、なんかって言って。そうやろな。内臓が事件もあったんやけど、もう触りたくない。それを私やってるんですよ。内臓本当にキモい。あなたサンマ好きでしょ。いや、私もう肉料理、あ、魚料理出さへんでいいよ。あんたサーモン食べなくていいそうです。サーモンはだってもこの切ったやつ買ってくればいい。もう分解されてるものならいいってことだよね。うん、貴重な体験やね。なんせ山の住人できないからね、それね、基本。その顔よ。しかもさ、友達さ、それ間違えて切ってもらって中で撮ったしさ、もう友達と、おえって言いながら。あれ、手袋はめさせてもらえなかった？当たり前や、手袋はめるに決まっとるやん。手袋はめるに決まっとるやん。軟弱な手でやれよ、手で。キモい。なんで直接触らんのにキモい、この言うの。キモい。でさ、手順の紙があってさ、1から9まであって、で数字振られてるんやけど横に、うん、横見たらあと何工程あるか分かるようになって、うん、もう8の工程でさ、もう友達と喜んだったもん。あ、やっ、次で終わりや、やったーって言って。え、でも魚のさばいてく順番見たらあとちょっことで終わりやって分からへん。分からへん、いつ終わりかも分からへん。口に入るようになったら終わりじゃん。これどこでやんの？なんか友達、お店みたいに丁寧に盛り付けるって言っとったけどさ、私さ、食えれば何でもいいやと思って適当にペペペって。芸術点ゼロです。あやさんは調理よりか食べる派です。食えれば何でもよくない？斜めに切って薄くする。いや、私縦にやって。で、本当はおにぎりさ
あの1個はマトレ持って帰ろうと思ったけどさあの腐るでさやめときで友達に言われてさ、うん、泣く泣く食べてさいやあの泣く泣く食べる意味が分からんってかテイクアウトしてこないでください友達の助言正しいと思うめちゃくちゃ美味しかったよあの塩むすびやったの、うん、ホテルのお茶も美味しかったって言ってた、うん、めちゃくちゃ美味しかった、まあ、そんな感じで、まあ、研修と名の付く、まあ、ちょっとした旅行だったかなと思います。でも来年は来年じゃなくてもう行きたくはないです。もう魚はいいんやね。でも今度はあれですよ、旅行ですよ完全に、うん、卒業旅行。早くないの？早いけどだってもうそんなこと言ったら1年もあっという間じゃん。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。大輝です。その頃ミーミーの音がまだミーミーって言ってみ。ミーミー、ほいほい、私死にそうって。パパ死にそうディズニーも値上げするらしいですからね。カノさんが行きたい行きたいって言ってますが、その時はあなたたち置いてていいですか？ダメです。あなたも大人料金だし知らんがな。早はもうだって来年からまだ大人料金、大人料金4人払ってさ子供1人いてきついっすよあなたたちはちっちゃい頃何回か行きますからね。ディズニー記憶ない。かんちゃん最後に行ったの8歳です。誕生日の時、うん、ディズニーって言うからだからもうすぐ1万になるっつってた。いやいや、入園料だけで1万円ですよ。やばくない？それ乗り放題じゃない？乗り放題乗り放題。ああ。だけど1万円払って1日、ホテルにお土産代やろ。それプラス食事代。アホなんじゃないの？であと行き帰りの交通費。